金の突撃、本日は堺ビッグボーイズグラウンドからお届けいたします。もうちょっとリリースポイント上でお願いします。ツッキーの突撃。さあ頑張ってくださいね。もうめっちゃやってる。押しじゃないと俺結構弱いやつになったら押さないであんまり。よし。あ、危ない。すごいすごいすごい。靴？そう、その靴でそれはすごい。はい、お疲れ様。はい、お疲れ。はい、はい、そのままインタビューに、そのままインタビューに入ります。鬼すぎる。ツッキーあれやわ。どれでした？気づいてるけど、やっぱお前、こなれ出してきてるわ。おもんなくなってきた。なんかもう、30人くらいだ。そうなんですよ。慣れてきた。だからもう慣れてきてはったの。慣れてきてるよね。でもなんか質問もテンプレ化してきてるんです。いや、それでも天才的やったからさ。どう？はい、では。はい、はは言うてはるけど。ということで、月の突撃、本日のゲストは、西川貴政投手にお越しいただきました。ありがとうございます。お願いします。お願いします。こんなところで、ちょっと使っていいですか？あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめん、ごめん。あ、こっち行った。ということで、まずは野球の質問からさせていただこうかなと思うんですけれども、すごいごめんなさいね、タイヤ引きしながらじゃなくて直後に撮ってるんですけれども、まずは今シーズンの自己評価をお伺いしたいなと思うのですが、100点満点中今シーズンは何点でしたか？まあ60点ぐらいですかね。何が加点ポイントですか？加点ポイント、その調子が悪い中でそこまで大崩れしなかったことかなと思います。どういうところでなんか大崩れしなくなった理由はなんかどういうところにあるとお考えですか？理由、やっぱ球速も上がってきて、ちょっと心に余裕ができたというか、はい、まあそんなところですかね。どんな練習をして球速が上がりましたか？ウェイトを結構去年の冬とかやってたんですけど、ウェイトをやめて、その呼吸の仕方とか体の動かし方をメインにやって、うまく体使えるようになって球速上がったんですよ。私めっちゃ素人やから、なんかウェイトして筋肉つけた方が逆にボーンって強い球投げれるんかなと思ったんですけど。いや、まあ確かにそうだとは思いますけど、そのそういう呼吸法とか体うまく使えないままウェイトやっても結局逆効果というか力みが生まれてしまうんで、力をボールに伝えるっていうより力んでボール投げるようになっちゃうんで、そこがうまくできるように。知らなかった。西川選手はしかもリーグ選抜に選ばれることも多くなってきたと思うんですけれども、なんかリーグ選抜の時に当たる NPB に対戦した時に、なんかここもちょっと伸ばしたいなって思ったところはありますか？そうですね、選抜毎回選んでもらってるんですって、投げさせてもらってるんですけど、毎回点数取られちゃってるんで、はい、次の選抜はちゃんと抑えられるように頑張りたいなと思います。そうですね、日曜日にもまたもう一試合待ってるので、はい、もうぜひぜひその時間にます、はい、ちょっとバンクを抑えてください。はい、頑張ります。ここからはライトな質問に入ろうかなと思うんですけれども、はい、西川選手にのプライベートでこの人と仲良しだなっていう選手はいらっしゃいますか？プライベートで仲良し、そうですね、ごまき、大谷、澤田、小田原さんですかね。まあ、大体車乗せてもらってるメンバーなんですけど、はい、自分だけ車持ってないんで一人暮らし。そうなんですね。はい、お世話になってます、いつも。ありがとうございます。私からもありがとうございます。普段その
皆様とはどんなことをして過ごされてますか？そんなこと、まあご飯行ったり買い物行ったりですかね、はい、特になんかすごいことしたとかはないです。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物、基本好き嫌いないですけど、好きな食べ物、ブロッコリーですかね。お、ブロッコリーなんですか？最近ブロッコリー生活にハマってて、へえ、ブロッコリーばっかり食べてます。ブロッコリーも茹でてそのまま、そうですね、塩かけたりとかマヨネーズかけて食べる感じです。ちょっと痩せようかなと。栄養たっぷりなので、はい、ブロッコリーもたくさん食べてください。はい、なんか西川選手はあれ誰だったかな、花田選手のストーリーでワンちゃんに似て、なんかなんかジブリのパウロの城、暗黒城のなんだっけ、ほんまやほんまや、なんか犬に似てるっつって、いつもいじられてます。個人的にはそのいじりに対してはどのようにお考えでしょうか？いや、もうなんていうんですかね、公認というか、まあそこはしかないなって、はい、ジブリと二刀流でやらせてもらってます。でかいぞかなり背負うものも大きくなってまいりましたが、はい、その最後に恒例の質問を一つにして最後に決めようかなと思うのですけれども、はい、石川選手の好きなタイプを発表していただければと思います。タイプですか？タイプ、そうですね、女優さんで言うと神武さんも好きな永野芽郁ちゃんと木村文夫さんです。でも清楚系の、あ、そうですね、癒されますよね、芽郁ちゃん、私も大好きなんですけど本当にいい子そうで、という、お好きなんですか？誰ですか？芽郁ちゃん、なんかメイちゃん大好き。ああ、いいですよね。朝ドラ見るとね、やっぱね、全員好きになっていくのよね。ああ。やっぱりね、俺の話はやば。だからで、もう一つ、恒例の質問ということで、ちょっとファンの皆様と、ご家族の皆様にメッセージをいただければと思います。そうですね、親には野球させてもらって、応援してもらってるんで、いつもありがたいなと思ってます。ありがとうございます。ファンの皆さんも今回の8月の MVP の時もたくさん投票していただいて、はい、いつもありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。多分私たちお互いあと半年大学生活残ってると思うんですけれども、勉学も頑張りましょう。そうですね、あんま言わないでほしいんです。卒論はある大学ですか？卒論のせいでっていう言い方ですけど、卒論だけの方です。あ、そうなんですね。私も卒論残ってるので、頑張りましょう。卒論一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。本日のゲストは西川貴雅投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張れよ卒論。ツッキーの突撃は主人公さんでちゃうから、なんでやねん。めっちゃ滑るわ。まあ、それでやるとな。こっから行こう。言い訳すんな。言い訳すんな。無理。あ、ちょ。お、いけるやん、いけるやん。すごい。はい、右足。うわ、ちょっと。